突然ですが皆さん、アジフライは好きですか？正直言えばアジフライよりもカキフライの方が好きです。さらに細かく言えば、アジフライよりもカキフライよりもハマっているものがあります。それはオラフライ。今私はアメリカ合衆国ハワイホノルルにいます。先ほど日本の成田空港から到着いたしました。これから数日間ハワイを含めたアメリカ本土での旅行を開始します。海外旅行で大切なもの、皆さん何でしょうか？夢、希望、冒険心、博愛、 We are the world。 違います。パスポート、お金、保険、健康、そしてオラフライ。オラフライとはスペインを拠点に世界160カ国以上の旅行先を対応するグローバルな eSIM カードの販売店です。設定は簡単で、 QR コードをスキャンするだけで世界中の 4G インターネットに無制限で接続が可能です。もう高額な国際データローミング料金を払う必要はありません。オラフライは日本では au の回線をメインに利用できるそうです。それではですね、オラフライの eSIM についてちょっと皆さんに説明していこうと思います。おそらくね、皆さんもしかしたら YouTube、 他には SNS とかでもオラフライの広告とかね、まあ、説明をしている動画とか見たことある人いるんじゃないかなと思います。今ね、爆発的にちょっと人気になってて、私も実際ね、使ってみたんですが、かなりおすすめしたい eSIM、このサービスになりますので、ぜひ聞いていただければと思います。実際に海外旅行に行く人が今増えておりまして、現地でですね、まあ、さっきちょっと動画でお伝えしましたが、必要なものの中にですね、必ずインターネット環境というのがあると思います。まあ、Wi-Fi を借りていくとかね、日本のキャリアでそのまま海外使えるやつを使うとか、いろいろあるんですが、やはりですね、今一番ポピュラーなのが、この eSIM になっておりまして、まあ、物理 SIM の入れ替えが必要なかったり、いろいろね、手間がね、省けるということと、お得なね、パッケージ料金とか、無制限で使えるとかね、最近充実しております。特にオラフライはそれの、ね、先駆けみたいな感じでやっておりますので、今後海外旅行ね、年末年始行かれる方、ぜひね、ちょっと聞いてもらいたいなと思います。それではちょっと説明をしていきます。オラフライ eSIM について実際にね、どのように使っていくのか、手順であったり、どういう仕組みになっているのか、その辺をちょっと説明していこうと思います。まずは eSIM についてご存知ない方もおられると思いますので、ちょっと軽く説明します。皆さんが普段お使いのスマートフォンの中にですね、 SIM カードというものがおそらく入っていると思います。スマホショップとかね、キャリアで直接契約するとほとんどの場合、物理 SIM といってね、小さい SIM カードが中に入ってるんですが、最近は世の中が非常に発達しております。便利になりまして、その物理 SIM というのをなくして、データだけでですね、 SIM カードと同じ役割を果たす、それが eSIM と言います。契約に必要な情報を SIM カードではなくデータで送ることによって、それプロファイルという多分言うと思うんですが、それを中に入れることによって SIM が入っている状態と同じで使うことができます。で、現地でアクティベートとか何々してもらうとそのまま使えるということで、もうカードのね、出し入れとかはしなくてもいいんですよね。だから非常に最近 eSIM 化が進んでいます。で、もちろんオラフライはですね、 eSIM 専門の会社です。今回はアメリカ旅行ですので、こちら今料金表を見せてると思いますが、私は10日間で無制限のデータ、4400円で購入いたしました。無制限ですからね、かなりすごいですね。大体他のね、SIM カードの会社見てると、5ギガとか3ギガとか、まあ多くても10ギガぐらいで、結構高額だったりするんですけど、オラフライはね、使いたい放題で、10日間で4400円とか、まあ一番少ないやつだと5日間で2400円とか、なっております。それで今から実際にオラフライを現地で開通させるためにですね、必要な手順というのを出発前に日本でですね、行うことがいくつかありますので、その説明を具体的にして、後にですね、現地のホノルルについて、アメリカについてですね、開通させる様子というのも皆さんにお見せしたいと思います。まずはちょっと最初の準備の説明をします。まず大前提として、皆さんにですね、ご利用前に確認していただくことがいくつかあります。
まず最初に皆さんがお使いの、携帯端末、スマートフォンがですね、eSIM 対応になっているかどうか、これ超重要です。eSIM になってないとね、使えないとなってると、これもオラフライも使うことができませんので、ご注意ください。あとはテザリングも使うことがちょっとできません。あとはこのオラフライのデータプランっていうのは、現地のね、電話番号含まれておりません。あくまでも、データ、利用ということだけになりますので、その点はご注意ください。それではオラフライを契約した場合ですね、どのように使っていくのか、設定方法について説明します。まあ、先ほども少し言いましたが、非常に簡単です。ステップ1、ステップ2、この2つだけしっかりとやっていただければ、現地ですぐ使うことができます。それで契約が完了いたしますと、メールが届きます。で、そのメールを開いてもらうと、このような画面が出てきまして、上にね、メールアドレスを打ち込むところがあると思います。これは次のステップで必要なコードをですね、受け取るためのステップになりますので、メールアドレスを打ち込んで、送信してください。そうしますと次の画面でコードを入力するところが出てきますので、先ほど入力したメールアドレスのところにですねコードが届いているはずです。それを打ち込んでください。するとですね、認証されまして、マネージは eSIM って出てますね。で、下に View Detail and Install って出てます。で、自分の購入したプランですね、United States で10日間 Unlimited、はい、その後今言いました View Detail and Install のボタンをクリックしていただくと、これちょっと iPhone の画面になってしまうんですけども、モバイル通信の設定というところに、勝手に飛ぶと思います。ちょっと Android はちょっと自分使ってないんで分かんないんですが、同じく多分なると思うんですけど、それで最後の設定ですね。自分のスマートフォンでオラフライを使えるように、オラフライのデータをですね、インストールするというところで、契約していただくとですね、メールが届いて、そのメールの、先ほど手順をね、従ってやっていただきますと、QR コードが送られてきます。で、そちらの QR コードを、この今、モバイル通信の設定というところで、QR コードを使用というのが出てますよね。それを、読み込んでいただくと、一瞬で、その作業が完了いたします。あと、オラフライのプロファイルをですね、インストールしていただいたら、もうこれで終わりです。国内、出発する前の準備はこれで終わりになりまして、残りはですね、現地到着後のアクティベートで、実際に使えるようになるというところで、この後ね、その様子もお見せしますが、オラフライeSIMを契約いただくとメールが届きまして、そこにですね iPhone バージョンと、Android バージョンの、設定方法日本語で分かりやすく書いてあるんですけど、もしそれでも分からないよって人はですね、安心の24時間年中無休サポートということで、スタッフの方がですね、チャット等を利用して、解決してくれると思いますので、そちらもご利用いただければと思います。それで余談なんですが、私は今からアメリカに行くので関係ない話になるんですけど、オラフライの中にですねこのイスラエルも使えるんですよね。で、これ見ると10日間で4400円、5日間の一番安いプランでも2400円だったんですよ、無制限で。これめちゃくちゃ安いなと思って、イスラエル物価がめちゃくちゃ高くてですね、先日私行ったばっかりじゃないですか。なので空港でね、1週間8日間のSIMカード7000円ぐらいで買ったんですよ。いや、すごい安いですよね。値段の差がすごくて、これをね、オラフライを先にしてたら絶対こっちを買ったなと思って、ちょっと後悔しております。あと一つすごいなと思ったのが、オラフライね、中国向けの eSIM も販売しております。もともとはこのヨーロッパ系の会社なんですけど、中国でも使えるやつを出してて、これ何がすごいかというと、VPN がね、最初から備わった状態で、使うことができるということで、これ何を意味するかというと、中国で禁止されている YouTube だとか、TwitterX、あと Instagram などなどね、使うことができます。Google のサービスも使うことができるということで、これはね、担当の人から、そのように説明があったんですが、中国に行くとね、現地のSIM買うと全くそういうことが使えないということで、結構デメリットなんですが、観光で行く人も今ね、全然あんまいないと思いますが、もしね、行く予定がある人、このオラフライ買ってみるといいと思います。ということで、今、セントレアにおります。で、この後ね、成田空港に移動して、ホノルル、到着っていう感じで、進んでいくんですけど、オラフライの、準備はね、今言った通り全部終わっておりますので、残り現地について、データローミングをね、オンにすれば、使えるということなんで、実際ね、どれぐらいの速度が出てるのかとか、ちゃんとね、電波受信するのか、そこをちょっと皆さんにお届けしようかと思います。 YouTube 見れるのかとかね。とりあえずこの後成田に移動してホノルルに、到着するところからお届けしたいと思います。ということで成田空港に到着しました。寿司、
ということで今ですねホノルルに到着しました。飛行機が着陸したところなんですが、早速ですねこちらのねオラフライン号のこの回線をオンにするというのを、押したいと思います。ということで今オラフライオンにしました。でそれでこの後ですねこのデータローミングをオンにします。はい、これで、ね、使えるようになるはずです。ということでホノルル到着しました。それでホノルルに到着して今ホテルにも行きまして、で今適当にフラフラしてます。でアラモアナショッピングモール、ハワイアンズセンター来ておりまして、これ見えるかな、まあ、このモバイル通信の設定画面ですね。で 5G オート入ってます。ハワイですごいですね。でもう先ほど見せたようにデータローミングオンにしてますんで、もう開通しております。はい、ちゃんと 5G がこのようにつながっております。今からこちらのオラフライの回線がどれぐらいの速さが出ているのかちょっと見てみましょうか。はい、今からテストしてみますね。アラモアナショッピングセンターの目の前でやった場合ね 7.8 上りが下りが15ですね。ということで体感的に言うと YouTube は普通にサクサク見れるぐらいの速さでね接続できますね。これ今自分のチャンネル映してるんですけど、止まることもくるくるもなく普通に見ることができてます。これで今ホテルに戻ってきておりまして、ワイキキビーチからちょっと奥に1本だけ入ったところ、まあ、歩いて数分でビーチには行けるんですけど、そこのねあのホテル泊まってるんですが、ちょっと今からここでオラフライのスピードチェックをねやってみようかなと思います。先ほどはショッピングモールでやってみたんですけど、まあ、今度ホテルでやってみたいと思います。こんな感じの結果ですね。上り 10.8 下り 10.7、まあ、悪くはないでしょうね。今ここだと 4G になってますね。うん、まあ、全然皆さんが普通に使う分には動画を見たりだとか Google マップ見ながら歩いたりとかはできる許容だと思います。今ねこんなビルの間にいるんですけど、もうちょっと開けたところに行けばいいかもしれないですね。さらに良くなると思います、まあ、これでも十分使えます。ということで皆さんにオラフライのね、使い方、どんな感じに使えるのかっていうのをお見せしましたけど、ご理解いただけましたでしょうか。こんな感じでオラフライの eSIM 使い方から設定方法、まあ、実際使ってみてどれぐらいなのか、どんな速度が出てるのか、あの現地のアメリカホノルルに来てですね、皆さんに紹介していたしましたけども、今回は実際にアメリカのホノルルでアクティベートして、そのままねあのすぐ使えるかどうかっていうところも気になってたところだったんですけども、もうすぐに繋がりましたし全然快適に使えております。めちゃくちゃいいです。まあ、今年の年末年始ね海外旅行行かれる日本人の方も非常に多いと思いますし、このハワイに来る人もね、まあ、いるでしょう。まあ、これからはですねだんだんと物理 SIM っていうものが、少なくなってきて eSIM ばっかりになってくると思います。まあ、現状日本でもねもう eSIM あのかなり普及してきてますけど、オラフライもね、海外旅行でこれさえあれば、はい、現地で SIM カードを探したりとか、あとカウンターでね受け取る作業とかそういったことも必要なくなりますので、しかも無制限で、安定してつながるということで、旅行特に海外行かれる人ね非常におすすめです。今回動画を見てくださった皆様には、オラフライからね、特典がございます。概要欄にあります専用のリンクから、あと私のチャンネルクーポンコードをご利用いただいて、ご購入いただけますと 5% オフとなっております。まあ、何度も言ってますが年末年始、これから連休と休みの間にですね海外旅行行かれる人はぜひですねこのオラフライ契約してみて、しかもお得に買えますんでね、使ってみてはどうでしょうか。余談ではありますが専用リンクから購入いただくと私にもね少しだけ利益が入るようになっております。営業実績ってやつですね。はい、あのよかったら皆さん協力していただければと思います。まあ、それは別にあの関係ないです、忘れてもらっていいんですけど、少し短い動画ではありましたがこれで今回は終わりたいと思います。ハワイ滞在編の動画はですね、まあ、あのどんどん出てくると思いますので引き続き見ていただければと、はい、思います。今回はオラフライの宣伝でした。ご視聴ありがとうございました。それでは。